お疲れ様です。今日はですね、こちら超高回転1クス4枚メガナイトバルーンやっていきます。さあ、進化メガナイトをね、高回転でぶん回して何でも守れますよと、で攻めはね、まあメガナイトかつあとバルーンですね。はい、バルーンもバルーン飛ばして1クス4枚で、またバルーンを飛ばせますよと、まあ、無限に攻めれますんで、はい、幅広く戦えるんじゃないでしょうかというね。はい、で今日は遊んでいきます。まあ、とりま進化ザップ、俺のお気に入りなので、おい、トルネがあったらキング起動やねえか。まあ、とりま進化ザップ回しながら、ディガー削りね。よいしょ、槍ゴブ、これブラスターだけで止まるっすね。いや、マジエ、マジエちゃんのトルネだけ勘弁だな。じゃなければもうバルーンつけてグッドゲームは見えるが、いや、まあこれね、ちょっと痛いんですけど、ここにトルネを使わしたことに価値がありすぎて、でメガネットン飛べる、うわでっかで、トルネが間に合わなくてグッドゲームです。え相手がマジでいないってこずに、いや、コウモリにトルネも使ってなかったら、俺ディガーもないんでボムパー取るね。さすがに突破できなかった説ちょっとあるけどな。美味しいな。よいしょ。まあ高回転バルーンも強いけどな。ケツから出してトルネのサイクルを事故らすっていうね、プランでさえもありだが、相手のマジアチャが強すぎるっていう事件も起こりそう。いや、いいよ。まあボムを使わしました。どうしようこれ。相手がトルネあるんで、まあ、一生こんなんでも良さそうだよ。一緒ネチネチしちゃって、まあ、ウォールブレーカーが来たらぐらいでね。来たね。いやいい。いやいいよ。ここどうしよう。ぶん回すか。メガナイト。事故らんこれ。事故ってくんねえか。でさ、ここで、もっぱつバルーンね。よしよしよし。みたいなね。いや、施設取るねーは、絶対きついが、まあ相手はね、俺がバルーン持ってるとかも知らないんでね。一番きついマッチで今のとかじゃない？まあ、ペッカとかはなんか、頑張れねえかな。正直、ブラスターで、高回転で1コス出しときゃ、止まる気はしてます。トリマ回したい。ネチネチ行く。え、26？ 26 がボムバルーンっすね。うわ、26。いや、どっちも嫌だけど、ボムバルの方が嫌だったりしますね、これ。うわ。まあでも今、雪咲いたんで、まあボムで止まっちゃうんでね。やべやばい、これバルーン来たらさ、一応コウモリあんのか。ねえ、もしやばい、軽雪きつすぎる。いや、これさ、ディガーとかが欲しくなっちゃうよね。俺も進化メガナイトのドリームしかねえか、これ。まあまあまあ。何でも止まっちゃうもんな、バルーン。ルート強制やって。
さ、いいね。まあボムバスケまで使わしたらだいぶコスト使ってるんだ相手。てかディガコウモリ、てかディガバルーンユキとかされた瞬間終わりはする。これ間に合わんとかないでも回転でさちょっと熱くない？回復？ちょっと熱いように見えて今のか。まあこれは仕方ない。ここかマジできついこれ。ここでいやマジやるしかない、やるしかないけどやれない気配しかないな。メガネ事故んねえか。ちょっとありそう。お、待って。いやマジ薄い線だけどな。ふふ。進化ザップをさ回しまくって勝つみたいな未来あると思う？これねえか。普通にメガナイトでさワンチャン勝てん？熱い。うわ待って、うおいやばすぎ。なんで今のやばいな。出ました。まあこれが進化メガナイトとね高回転バルーンのね夢つかみ戦術ね。いやーマジこんなラッキー二度と来んねえだろうな。ボムマスケ雪玉しかも回転早いんでね、ちょっとバルーンが通りにくいのが嫌ではあったが、さあこれはちょっとだるいんじゃない。エレキザップ、やっぱネクロが。いやいいね。なんかイカチーナメガニーとかペッカかみたいな。ホグマやめて。ネクロエレキプリンスホグザップね。いやーまあエレキさえさえたらバルーンはねちょっと強そうなんだよな。一旦進化ザップを回しまして来るよね。いやこれさおとなしくメガネと合わすか。ネクロ踏めるだけでかい気もする。宝石ね。いやあそこねバルーンルート強制すると釣れませんかも。メガネちょっと早く行ってほしいな。悩ましいね。行くけどみたいな。カウンターグロエレキマジで強いだろうなこれ。
やい。やばい、プリンスの層。やばい、待って、メガナイトがさ、後ろに下げることによってさ、敵が得してる。やばい、メガナイト。弱すぎる。何これ。え、釣れない。熱い。いや、でもよな。ちょ、マジ、メガナイトさ、弱すぎん？完全な利敵なんだけど。いやあ、まずいな。いや、高回転バルーン普通に強い説あんの。もう一回バルーン飛ばしたい。でも守んなきゃいけない。おいしいな。おいしすぎる。あるよ。ちょ、バルーン飛ばしたい。ザップケア。あっつい。これは止まんねえぞ。いやー、いいね。ここに打っちゃうか。うわ、めっちゃいい進化ザップすぎる。ナイスすぎる。じゃあ進化いかないとさ、なんでこうも微妙なんや。たまにめっちゃ強えのんな。マジのたまにすぎてさ、なんか強化ぐらいね来てもよかったんじゃないかっていう、この次のバランス調整今んとこ来ない感じね。え、これドリルもなくてテスラも咲いてるんで、え、熱っ。回復できる。しかも飛べ。うーん、うわ、めっちゃいいなそれ。相手の、うわ、やば。うわー、それ良すぎるな。こうなるとまずいが、まずいが、だがしかしみたいなとこないかな。高回転バルーンでなんかゴリ押せたりしちゃったりありそうじゃない。いや、でもテスラ余裕でもあるか。やべ、ルート強制してねえけど。いやいや、いや強い。いや、まあまあまあ、いや、これでいい。後ろからね、ちょっと美味しくない。進化テスラではあります。ファイスピ、ファイスピ咲いてくんねえか。今めっちゃキンキしたそう。お願い、マジ。まあ、祈ることしかできない。やばい。うー、最悪や。キング起動されちゃったよ。これこれさ、相手の攻めを守ることはできるんだけど、むずいなこれ。いや、これケツバルーンしまくる作戦あります。ヒギ、いやー、ポイズン打ってくんのか。ザップ削りとかもちょっとだけみたいな、さすがにかな。やばい、引きこもりガチ。いや、これ進化テスラね。これサードも
ドリルで矯正されんの嫌すぎるな。え、おつ。いや、回転。いや、やばい。こもられてる。こもられてるが、可能性がないわけじゃないんですよね。吐きそう。いや爆破がねマジで吐きそうすぎる。なにこれ、ルート教室ワンチャンある。うわちょっとでかいんじゃね。やばい、神ルート教室来た。今間に合わない。やばい、溺れる。うっ、あーもうマジで最悪や。ボンバー抜けもねえし頑張ったけど、テスラが悪いのか、ブラスターが悪いのか、難しいな。いやマジ、まあブラスターな、ブラスターなだけでバルーンが、あとはメガナイトも進化してねえようなもんだマジメガナイト、なんでペッカは強すぎてさ、下方来ない。なんでメガネタ弱いのに強化来ない。どうなってんだ本当にやばい。何あれ、ボンバーね。いいよ。まあボイドはバルーン視点ちょっとだるいが、まあちょっとだな。一旦飛ばして考える。まさかのロイジャイ？そんなことあんのかな？ありそう。やばい。やばい、もう終わりそう。あるね。最低の対空はフェニックス、LSP、タルボイドか。対空枠、え？まあ呪文がファイボ的な感じか。進化メガでさ、マジワンチャンねえかな。マジワンチャンあります。フェニーがなぁ。で、高回転バルーンついてこれねえけどさ。いやでもブラスターだから止まっちゃうんだな。悲しい事実、ブラスターが偉大すぎる。まあ、左サイドとかだったら適当に攻めてもいいかも。マジである。ボイドか、やめて。いや竹がさ、これメガナイトワンチャンマジ事故れる。熱い、飛べ、飛ばないメガナイト。お前何やってんだ。いい一発殴ったけど、
いや奇跡の1コス回し、熱っ、やば強み出たわ1コスの。いやあ危ねえ、マジで危ねえ、ワンチャン掴んだブラスターなだけでね、バルーン通んなさすぎるが、まあ許せるか。墓石、いやーまあラバーラバーで嫌だけど、遅延スキラは遅延スキラで終わっちゃうんでね、ラバーの方がいいなっていう。やべいやマジきつい。そんな悪いことしてないのにすんごいカウンター来たわごめんなさいよ。いやここのさ、今バルーンさ、でも呪文使わせられる。いやまあ真ん中墓石、いやこれ回転全然回るか相手。やべ終わった。おちょっとでかいそれ。うわ強いそれ。終わったかこれ。絶対に守れないっていう話する。生きたよ生きたよ、生きたのかなこれ。まあ、ラバルでブラスターなの厄介すぎるなこれ。なんでも止まるやんこれ。でかい。どうなってんだ。じゃあ爆破が届く。でも俺左のタワーがさ絶望なんだよ。いや限界かこれ。絶対無理か。なんかちょっとありそうっちゃありそうだけどね。ブラスターじゃなきゃみたいな。ブラスターだけでもう終わっちゃうな。メガネと俺出したっけ。ニート、マジのニートやん。ほんまどうなってんの。拾う。いやこれ迫撃砲だね。いやマジめっちゃ熱いこのバルーン。いやアイスウィザード、まいやばい、アイスウィザードまだな、マジ。いやまあまあまあ、いやーこれはね、種がバレたら終わるんです。マジで終わるんです。今すぐ攻めなきゃ勝てないんです。無限に行くぞ。アイスイズがいない時だけちょっと強い。やめ、ルート強制できんかったちょマジアイスイズがいない時だけ強いのに。いやここか。
いや、メガナイトをさ、出すべきかな。一旦出すか。流れを変えるしかない。これちょっとでかいな。タゲメガナイトと。痛いな、それでも。アイスイズいんのか、でも。逆に？いや、強っ。これ勝てる未来ありますか、僕。褒められてはいる。生きて帰るプランはケツバルーンです。ちょっとありそう。え、しかもミスってる。いや、アイスイズブラスター強すぎんだろ、おい。もうネタとか通しないやん。お遊びできないです。ダメだ、マジで。強すぎる。というわけで、運営さん、新仮面がないと、強化よろしくお願いします。お疲れでした。またね。